小川の診療院の岡野です。今回はですね、炎症ですね、こう腫れ上がるようなやつですね。あれについてをちょっとお話ししていこうと思います。慶応大学の医学部のチームがですね、2016年ですね、日本の85歳から110歳の間の人たち、1554人に対してですね、調査を行ったんですね。どういう調査を行ったかというとですね、血液とか肝機能とか、細胞の劣化などのですね、老化の指標をチェックしたんですね。そうするとですね、その方々1554人の、方々の中で一つだけ共通点があったんですね。それ何かっていうと、一般的な高齢者と比べてですね、体の中の、炎症の、症状はですね、異様に低かったということなんですね。で、これが、分かったことによって何が分かったかというと、体内の炎症レベルを見ると、老化のスピードを予測することができるということが分かったということなんですね。で、老化の防止にはですね、その炎症対策っていうのが最も重要だということが、この、調査で分かったということなんですね。高齢者になればなるだけ、体の中の炎症症状っていうのはどんどん促進されていくっていう傾向が、本来はあるんですけども、高齢の、方々の中では、すごく長生きの人たちはですね、体の中の炎症っていうのは少なかったということなんですね。で、じゃあ炎症っていうのは何なのっていうところなんですけども、例えば外傷、転んで怪我をした、すりむいたとかですね、そういう場合どういうことが起こるかっていうと、免疫システムがですね、ガッと起動してですね、まずこう、切り傷があったところにこう赤くですね、腫れ上がるわけですね。それで血も出血でジューッと出てですね、ある意味なんていうんですかね、怪我の部分を水浸しにするようなイメージなんですよね。水浸しにして、その怪我をですね、修復するんです。どういうふうに修復するかというと、水浸しにしたところにこういろんな怪我を修復させるような材料をですね、集めていくわけなんですね。で、それによって、その怪我を修復させて、例えばかさぶたとかを作ってですね、かさぶたが取れた後、ケロイドみたいなものを感じて、こう一度怪我したところは、もう、怪我しないようにですね、より分厚い、組織を作り上げるという防衛システムが、ある意味炎症症状、炎症なんですよね。ですんで、こう、人間がですね、進化していく過程で、得られる免疫を司る、システム、それが炎症だということなんですね。ただですね、この炎症の怖いところが、外側だけに起こるわけじゃないんですね、体の表面だけじゃなくて、内側の方でも、起こる現象だということがあるわけなんです。例えばですね、関節炎ってありますね。変形性の膝関節症とか言ってですね、足はこういうふうに O 脚になって膝がもうぼっこり腫れ上がってるおばあちゃんとかですね、見たことある方もいらっしゃるかと思うんですが、あれは関節の炎症ですね。あとは花粉症とか、アレルギー症状ってありますね。あれも鼻とか鼻づまりとかですね、目のかゆみとか出ますね。目が真っ赤に腫れ上がったりとかですね、鼻が真っ赤になっちゃったりとか、あれも炎症なんですね。さらにはですね、風邪ですね。ウイルスが体に入ってきて、咳が出たりとか、くしゃみが出て、鼻水が出て、体がだるくなって、熱が出てとかですね。それも炎症なんですね。で、この体の中の炎症の怖いところは何かっていうとですね、長引くとですね、その周辺の組織にですね、より一層ダメージを広げていくということなんですね。そのダメージが全身に広がっていくと、体の機能がより一層低下していってしまうということが起こるわけなんです。これが一番炎症の怖いところなんですね。この炎症が長く続けば続くほど、体の機能はどんどん低下していって、衰えていって、老化がより一層促進していくということなんですね。じゃあ、なんでこの炎症っていうのが起こるのっていうことなんですね。炎症をこう促進させていくばかりで、炎症は抑制させると。炎症が適度な状態で治っていけばいいのに、なんでずっと炎症が続いていくのかというところの話を次回していこうと思います。